Go Knicks! Go Knicks! さあ今週もね、始まりました NYK 再建プロジェクトだけど、なんかどうなの？ニックスと関係ないプレーオフがどんどん進んでってるけど。そうですね、うん、まあ、このプレーオフは楽しいけど、この番組を、うん、の内容をどういうふうにね、アジャストしていくかが喋ることねえんだよな全然毎週なんかオフの話してもいや、こっからだってさ、FA まであと50日ぐらいあるじゃない、うん、毎週 FA と毎週誰欲しいとか毎週どうするとかって言ってももう聞いたよその話とかって言われそうじゃないね。うん、なんかあります、新しい、まああれよね、MVP とコーチオブザイヤーが決まった。あ、そう、ティブスがね、うんうん、取ったね。いや本当素晴らしいね、あれ。ちょっと俺はもう完全にモンティかなと思ってたけどね。うん、同じモンティかと思ってましたけど、うん、ティブスってこう業界内の評判いいよね、なんかね。うんうんうん、やっぱり投票する人たちも人間だから、うんうん、ティブスって結構こうパーソナブル、うんうん、意外とね、うん、意外とこう親密なリレーションシップ作りやすい人なんだよね。うん、宗太郎さんもね、うん、サマーリーグに行ってすごい優しかったって。いや、そうなのよ、だから全然あのギャップが激しいからみんな惹かれちゃうんだろうね、多分ね。もう多分ね、そのインタビューなんか恐る恐るアプローチしたら意外と優しいっていうのが多いから。あれ、ポポさんも同じ作戦だと思うけどさ、もうめっちゃ怖いじゃん、あのコート上はね、そのモードに入ってる時はさ、うんうんうん、誰でも叱り飛ばすし、まあ、ティブスもそうだけどさ、みんなにこうビシッてやるけど、サイレントトリートメントですからね、ポップ。そうそう、あれ怖いあれはやめてほしいけど、なんかそのじゃれ合ってる時のその人懐っこさが尋常じゃないんだよね、2人ともね、なんか、うんうんうん、本当はすごく丸い人たちなんでしょうね、うんうんうん、でもなんかメディアがめんどくさくて。そうね、あ、でもティブスはそんなあれでもないですよね、メディアに対してもそんなに。ティブスはなんかそのめんどくさい対応というよりはマジで真面目に、あのずっと真面目なことばっかり言い続けるっていうね、うん、それは好感度やっぱ上がりますよね、うん、上がるね、うん、だからなんか高校の先生みたいだよね、ちょっとね、熱血教師、うん、熱血教師、うんうんうん、なんかちょっとスクールウォーズ、まあ、スクールウォーズ今ちょっとこの例えダメだな、誰も知らないな What are you talking about? すまんすまん、俺よりも上の人たちが分かるやつだ、そう、俺でさえちょっと若いから、スクールウォーズ、何それスクールウォーズ。 It was like a rugby likehigh school drama thing, like there was actually this really like kind of like rotten bad school with a lot of like dropouts, but、mm-hmm. like this guy that used to play for the national team, like he ended up being the coach there and the teacher、mm-hmm. and he led that team to the national championship. なんかラグビー版のルーキーズみたいな感じ、うん、あ、そう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 、うん、まあまあそれよりもだいぶ前、だいぶ前の、ね、超なんかもう落ちこぼれ集団をもうめちゃくちゃ熱血先生がこう全国一番に持っていくみたいな。なるほどね、そうそうそう、あ、ティブスは良さそうですね、その役にぴったりの、ね、ぴったりだね、うん、まあ、なんでおめでとうございますだね。おめでとうございます。あとうちの事情で言うと、Happy Birthday RJ じゃない。 Happy Birthday RJ RJ 21? やばくない 21? いやー若い、やっとお酒買える若いわ、とんでもない活躍してんね、そう考えたら。すごいね、うん、すごいわ。なんかどうしてもあれが足りない、これが足りないって言っちゃうけど、うん、
とんでもない成長してるわ彼は本当に、うん、あのメンタルの強さどっしり感が、うん、あの年で二十、うん、歳であんなの珍しいですよね、うん、NBA でも。そうね、沈黙の沈黙の怒りフグ怒りダンクの後に膨れるだけってなかなかないですよねでもやっぱあのなんか目の感じはさ、うん、やっぱあのちょっとこう眠たそうな感じで、うん、こうエモーションが何にもないのはさ、うん、あのあいつの系譜だよね、うん、あの誰だっけ名前で忘れしちゃった。うん、今ほらコメンテーターとかやっててめっちゃごめん超ど忘れしちゃったどこのチームの。 He used to be with Toronto and then went to the Rockets and then he came to the Knicks. Hall of Famer. He was on the You talking about future Kyle Lowry? No. I'm talking about the guy that retired. He's already a TV commentator. The guy with the sleepy eyes. あの、もう超有名だけど名前が出てこない。ごめん。もう老人だわ。RJ とのコネクションは何なんですか？ない。目がスリーピーなだけよ。あ、マグレディ？そう。はい。ない。ただそれ言いたかっただけなの。目だけのことね。目だけのこと。いや、だから目あんな感じであんぐらいのスターになってくれたらいいなと。ああ、なるほどね。もう、ちょっと高すぎましたよ、アリウープのパスが。高いし。高いし、後ろだし。めっちゃ後ろ。ドワイトじゃないと下手かよみたいな、無理マイク・ジェームズの、アリウープパスみたいでしたね、うん、昨日の、ね、うん、ブレイクへのちょっとプレーオフで言うとびっくりなんだけど、うん、ナゲッツ負けちゃったね4立てで。いや、まさかスイープはね、そうスイープは全然予想してなかった。ゲーム1のハーフタイムか試合後か忘れたけど、うん、TNT のクルーがこれはいいシリーズになるぞチャックが言ってましたけど、いや、だからみんな当たんないのよマジで俺らも当たんないけど、まあ誰も当たんないよね。誰も当たんない。だから予想っていうのは本当もう、そうそう、うん、誰のことも信用できないですよね。エンタメの要素として言わなきゃいけないじゃん、うん、テレビの人って、うん、ね、うん、もう振っていくから、あなたはどうですか、あなたはどうですか、あなたはどうですかみたいんでさ、うんうん、で誰かが一個言っちゃったら違う方言ったりとかね、みんな気使ってしなきゃ、うん、面白くなんねんじゃん、バランス的にね、うん、そうですね、だからね難しいよねあれは。難しい、うん、どうですか、でも感想、そのシリーズ全体の、第3戦をさ、ライブビューイングしたのよ。はい、うんうん、気象さんと、うんうんうん、でまあ2戦もう見てて3戦目見たんだけど、まあ、3戦目はデンバー絶対取ると思ってたのよ俺、うん、じゃないとだってだいぶ傾いちゃうじゃない、うん、まさかなと思って1勝3敗からあれだけ粘ってたチームがさ去年さ、うん、そんな急にギブアップして4立て食らうとかないこうやって言ってたからさ、うん、絶対勝つと思ってたのに頑張っても頑張ってももう力負けなんだよねサンズに対して、うん、もうタレントの差でしたよね。そうそう、うん、全然チーム力とかまとまりとか役割とか
もう全部のレベルがサンズの方が一個上だったね、やっぱね。なんかこうすればもっと良かったのにっていうのが全然思いつかない。だし、なんかあそこでギリギリなんか変わっちゃったよねとかっていう感じでもない。なんかもう常にサンズの方が上みたいな。もうしょうがない感じしましたよね。しょうがない感じしたし、もうクリス・ポールのあのミッドレンジ地獄、あれやられたらもう無理だよ、あれ。あれはもう止めようないですね。無理無理。だってあそこしか上げる場所なくて、あそこをタフなショット打たしてあれ外してもらうっていう、もう祈るしかないじゃん、もうあれ本当に。ヨキッチとマイケル・ポーター・ジュニアがいるチームではあれは止められないな。無理よ。だってじゃあもっとあの前から当たれよって言われたら絶対抜かれちゃうし、スクリーンで、で、あのじゃあセンターもショーアップすればいいじゃんって言ったらアリウープから空きだし、でアリウープのケア してもう結局その中間距離のそこのフリースローラインの前後しかもう上げる場所ないじゃん、全部ありがとうっつって決められちゃうじゃん、クリス・ポールに。あれはもう、あれはもうなんだろうな、ビデオプレビューをずーっと見てるみたいな感じだよね。そうそうそう。またまたの繰り返しでしたもんね。もう、Broken Record。もうあれはもう壊れたレコードだよね。あれで誰か違うやつが助けに来たとしたら、もう横のシューター全員待ってるじゃん、もうこれで、ありがとねっつって。もう怖くて何もできないの、ね、結局みんなどうしようどうしようどうしよう、ああ打たれちゃったみたいな。できないですね。であのほらザック・ローガの記事読みました、あれあれすごいね。あのあれでしょ、ピックアンドロールのリフトの動き、あれすごいね。あれはやっぱりウィークサイドのディフェンダーがカバーリングできないね、あそこまで引っ張られたら。モンティがここまでの、そうね、スマートコーチやとはね、横にずらすっていうのは今まであったけど、縦にストレッチするってなかなかないじゃない。これなんて説明したらいいかな。やっぱピックエンドロールを、デビン・ブッカーでもクリス・ポールでもいいんだけどした時に、結局2人ともハンドリングがすごいいいから、あの1人目のスクリーンをかわしてこう中に入ってった時に、結局ディフェンス3人がその人をどうするかこうやって見てる瞬間の逆サイドは5人しかバスケいないからね、3人が1人のボールにこうやってたかってたら逆サイド2人しかいないんだよね。で1人はあのスクリーンで死んでるわけよ。そうなった時にそのヘルプのディフェンスがこうちょっと寄らなきゃいけないんだよね、役割的に。そうなった時に残ったこの2人、ウィークサイドこっち3人いるよね、でウィークサイドこっちいた、この2人がリフトって言って、この人は動かないんだけど、この人がちょっとこうやって動くんだよね、トップの方にね。そうすることによってこの残された一人がこうカバーしなきゃいけない、このゲッツーする距離が異常に長くなっちゃって、絶対どっちかは間に合わなくなっちゃう。あれやられた、もうあれはちょっとこのプレーオフシリーズであのレベル、もうワンレベル、オフェンスレベルをサンズはもう上げちゃったね、あれね、作り上げちゃったね、上げましたね。ああいう、まあ、ちょっと話変わるけど、ああいう記事を書くと、例えばウェスタンカンファレンスファイナルでサンズと当たるチームっていうのは、あの記事をベースにしてスカウティングレポートとかも変えるんでしょうね。あれは絶対参考にしてると思うよ。だし自分たちもなんでだろうなっていうのでビデオ見ながら、ああここ引っ張られてんな、ここ引っ張られて、ああこの参戦カバーのこの役割いったらもうここ引っ張られて、もうここアウトだな、どうしようっていうんで、多分それのカウンターディフェンスを次やんなきゃいけないんでしょ。
だ多分最初のスクリーンで死んだやつが例えばリカバーしないでこっち側のウィークサイドのヘルプに行っちゃう変則的な動きするとか、うん、なんか変なことしなきゃいけない多分。すげえな、ほんと微妙な動きでだいぶ変わるんだよね。ちょっと1メ、Jクラウダーとかがね、1メーターぐらい引っ張るだけでもう全然対応できなくなっちゃうんだよね。だからまずシュート力があること全員のね、でウィークサイドのシューター、ストロングサイドのコーナーのシューターが必ずね、必ず外のシュート力がもう、まあ、NBA だったらみんなあるけど必ずあることね。で縦のその強みがエイトンとかの縦のその強みのロブ、ロブの脅威があること、それによってみんながもう凍りついちゃう、全責任をカバーする面積が多すぎて大変なことになっちゃう。強い、怖い、怖い、強い。あれはなんか俺ちょっと思ったんだけど、ゴールデンステートと同じ、なんていうの、違う、全く違うオフェンスの形だけど、うん、同じぐらいの怖さのレベルに持ってってるよね。うん、どうすればいいかわからない。そうそうそう、もうどっちか捨てなきゃいけない、誰かが調子悪くなってくれないと競り合いにならないみたいな。そう、それをさ、ビッグネームでやってんだったらまだしも、意外にその逆サイドにいる連中とかって、ジェイ・クラウダーとかみたいな、ね、あのブリッジズとかみたいな、そういうなんかこう、まだ、なんていうの、その、カリーとかトンプソンとか、そういうレベルじゃないさ、人たちが、その全員参加でそれやってるっていうのがすげえなと思う。すごいね。うん、まあ、サンズこの10年ぐらいでこう、うん、全体で見るとドラフトでね、うんうん、なんかバストを選んでしまってる年とかもありますけど、うん、ここ最近はちゃんとこのチームに当てはまる若手選手を取ってますよね、うん、ジェームズ・ジョーンズ、ジェームズ・ジョーンズ、うん、ですごいよ。多分被ってるあのライアン・マクダナの時も、うん、そうね、うん、あのブリッジェスもそうやし、キャム・ジョンソンの時もかなりね、うん、バカにされたじゃないですか。だし TJ ・ウォーレンとかね、うんうんうん、キャッシュ・コンシデレーション、いろんなことがバカにされてたじゃないや、うん、あの球団はちょっとあかんでって、もうニックスと同じレベルにね、やっぱりバカにされてたし、スリーガード時代もあったじゃない。スリーガード時代ありましたね、うん、まああの時はバカにされてしょうがないあれでしたけどとかさ、ブレッドソーとかの床屋からの俺はもうここにいたくない発言とかさ、なんかいろんなのあったやん。やっぱあったね、あったあった、強盗事件もありましたし、ね、あのオフィスにヤギ入れられ事件とかね本当にもう吸ったもんだだらけでさ、結構笑い物されてたんだけど、ここに来てね、やっぱりまとめる人が、うちもそうじゃない、リオン・ローズになってからまとめる人がまともだとね、ジェームズ・ジョーンズになってモンティになってか ら似てるよね、うちとね。リオン・ローズになって、ね、ティブズになったらみんながシュッてこう全員ちゃんといい自分のポジションにシュッとはまって、サンズもさ、オーナーも変わってないしね、意外と。そうよ、全く似てんのよ。あ、1年ニックスが遅れてるって考えればやっぱり来年は、うん、CP ブッカー、ブッカー来るよね。あ、一緒にだったら来るかな。質問です、うんうん、まあ、今回のウェスタンカンファレンスプレーオフでいろんな選手が活躍してますけど、
これどうしてもね、わからないのがあって、うん、これからチームを立て直すとしたら、うん、フランチャイズコーナーストーンとして、うん、ブッカーが欲しいか、うん、それともミッチェルが欲しいか。あ、難しいな。ちょっと前だったら俺絶対ミッチェルだった。はい。でも今はもしかしてブッカーかな。でもミッチェルかな。むずいね。むずいね。むずいむずいむずい。それにジャマール入れても同じぐらいむずいね。あー、なんかね、うん、バブルをベースにすると本当むずいけど、まだなんか自分の中では、うん、マレーはほんのちょっとだけ下、ミッチャン、ミッチェルと、うんうん、ブッカよりは下かなっていう感じはするけど、まあね、でもバブル競り勝ったから、ね、そうあの爆発の仕方はあれだったら一番ですよね、うん、3人の中でも、うん、でもブッカーの俺なんだろうな、そのちょっと前までの評価と今のそのプレースタイルとか評価も全然変わってるじゃん、うん、ちょっと前まで本当にさ、もうシューターとかさ小さすぎるとか、ただの点取り屋とかチーム勝てないとかさ、そんなんばっかディフェンス下手やらない、うん、パスもそんなにうまくない、うん、そうで大事な試合もやったことないとかね、うんうん、で今全然違うもんね。いやそれもそうだし、エイトンよ、エイトンなんてだってなんで取ったのぐらいのさ、バストじゃねえのぐらいの話あったじゃん。だってルカ取らないでエイトン取ったからね。で薬事件もあったから、そうなあ、これはいやこれきついなあ、サンズピックやなあって、うん、あったよね、うん、いやもうなんかカミンスキーみたいになっちゃうんじゃねえの。Yo, that's wild. カミンスキーなっちゃうんじゃねえのみたいにさ思ったけど、いやいやもうこれノリノリよね今ね。すごいね、うん、センターがもう本当に、うん、The center position is back. だし、MVP のヨキッちゃんに、ね、うん、4立てよ。そら彼だけじゃないけど、その対決で言ったら4立てだからね。あそこで1対1でガードできるエイトンがいたから、うん、っていうのが一番大きいかもしれないですもんね。うん、エイトン対エンビードとか見てみたいね。ドラフトナイト覚えてます、うん、エンビードがエイトンドラフトされて、ほんまなんかその夜やったかもしれないですか、2日後ぐらいに、うんうん、結構エイトンとエンビードのこと比べてる人が多くて、うんうんうん、でエンビードが俺とエイトンを同じにするな、俺はディフェンスできる、言ってた、うん、まあその時はね、うん、合ってたと思うんですけど、確かにエイトのディフェンス、ルーキーイヤーのディフェンスひどかったからね、うん、でも今年は本当なんか急に成長しましたよね。ちゃんとアンカーになってるし、クリポだって、クリポやっぱクリポの影響か、お互い褒め合ってるもんだって。うん、エイトンはもう常にクリポと会話して、いい時も悪い時も全部教えてくれるし、そのいいパス全部くれるって言ってるし、クリポもさ試合終わった時にミッドレンジ打てるのは全部エイトンがいるおかげって言ってるし、
もうみんながみんな褒め合ってるもんね。あれめちゃくちゃいい雰囲気だわ今。雰囲気だね、うん、すごいすごい。で結果誰取るの？ミッチェルとリッカーと、まあジャマールもちょっと入れて、ジャマールも入れて。でミッチェルも言うたらそんなにパス多くないんだよね実は。いやアシスト、あのミッチェルも、いや難しいのは、うん、ミッチェルもブッカーも今年パスがかなり上手くなった、うん、と思うんですよ。そうそう、うん、俺もそう思う。でもだってゴベールと揉めてたんだから、なんせ。うん、みっちゃんのハイピックアンドロールのこうスクリーンを使ってそっからもうビュンって上に上がるシュートとか、ダブルされた時にこう飛びながらね、飛びながら空いてる、まあ4対3ですよねの時に空いてる選手を探す能力はブッカーより上やと思うんですけど、うんうん、でも今の NBA で一番コービーに近いのはブッカーじゃないですか多分。ブッカーはここまあなんていうの、全試合見てるわけじゃないか分かんないけど、最近、うん、ものすごいプレーの判断がスムーズになったような気がする。その、うん、無理な変なタフな無理やりな点の取り方とかしない、なんかもうスペース上げたらもうポーンって上に上がって打っちゃうみたいな、うん、うん、すごいスムーズだと思う、なんか判断が。そうなんですよね、うん、だから分かんないんだよな。個人的にはやっぱりもちろん2人ともニックスとのつながり強いんだけど、やっぱみっちゃんには地元帰ってきてもらって、うん、ね、でみっちゃんエンドうちのみっちゃんのピックエンドロールとかミッチエンドミッチみたいなのやってもらいたい見たい見たい、うん、ミッチエンドミッチいいね、ミッチエンドミッチやってもらいたい、うん、地元だもん、だってお父さんメッツだもん、うん、今メッツ強いし2人ともノリノリだよ、お父さんも息子も。そうだね、うん、あとさみっちゃんさあの、うん、ウェイドがサポートについてからものすごいやっぱなんか thought process とか全部こう迷いとか曇りがなくなった感じするよね。うんうん、うん、なんかもうエースらしくなってますよね、うん、ちゃんと、うん、むずいね、むずい、むずいんだけどね、むずいな、いや、 やっぱむずいっす、わかんないこれはむずいわ、うん、ブッカーも、うん、まあ今ジャズとサンズの違いって言ったら、もうみっちゃんが、うん、あのチームのフォーカルポイントじゃないですか、うん、でまあ、パスがうまくてドライブ&キック、うん、スリーバンバン打つチームやから、うん、こうまあ彼のアイソーボールじゃなくてもいいけど、うん、でも最後に2点必要やっていう時は絶対ミッチャーに行く、うん、そうね、ブッカーはまだそのプレッシャーを抱えなくても CP がいるから、うん、ブッカーどっちかというともうファーストクォーターでもうどんどん点、うん、そうだね、取れ気持ちよくね、うんうん、フォースクォーターになったらまあどっちでもいい、うん、どっちか、乗ってる方でも乗ってる方 CP の方がいやいや上みたいな感じやから、うん、まあボールタッチがねやっぱり特性上 CP の方が多くなっちゃうからね、そうだから比べようがないんですよね、うん、今もうちょっと見ないと4クォーターにその選択肢を残せるっていう今のサンズのラグジュアリー感がすげえ強いと思う。そうね、うん、ジャズは確かに
いいマッチアップだよね。CP とコンリー。まあコンリーがちゃんとね、怪我大丈夫だったら。うん。CP とコンリー、みっちゃんとブッカ、ゴベールとエイトン。あとは脇役がどんぐらい活躍するか。うんうんうん。で、まあクラークソンもいるけどね。すげえいいマッチアップだね、この両チームはね。まあ、ね、クリッパーズまだ負けてないからわかんないけど、その、トータルパッケージでいくとめちゃくちゃ見たい組み合わせだね。見たい見たい。うん。みっちゃんの怪我もね、マイナーだったらいいけど。うんうんうん。そうね。いやどっちかな今。どっち、まあでもな、どっちだろう。ジャズクリッパーズ。あーもしまああのジャズクリッパーズじゃない、ジャズサンズ。もしジャズが勝ったらね。うん、いい、うん、これこそ俺たちがいつも言ってるいいアジャスト合戦のめちゃくちゃハイレベルなやつが見れると思うね。クイーンとクイーンとモンティで、見てみたい、見てみたいね。ジャズとクリッパーズはどう思います、今のところ、ね。クリッパーズがいまいちわかんないのよ、俺やっぱり。その、乗ってんだろうな、今、みたいな感じなんだけど、その、サンズみたいな、ああ、もうこれ、無理だな、みたいな総合力っていう感じでもないんだよね、なんか。謎が多いチームですね。そう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 、そう。だ信用でしきれないところが、まあ、なんかミステリーボックス的なチームやから、うん、乗ったら恐ろしく強いけど、うん、ほんとこうですよね、波が激しい。なんかこうプレーオフでもノリノリだっていうなんかシリーズまだあんまり見れてないでしょ、なんか、うん、まだ見れてないですね、うん、そこなんだよね。なんかこう不発だけど どうなんすかねみたいな。うん、デンバーとの最初の 3,4 試合ぐらいですよね、うん、あの時はうわつええわって思ったけど、ね、いやそれでほら調子に乗って負けちゃったじゃん。そうそうそう、うん、去年ね、うん、まあゲーム3のことを最後あれですよね、うん、今 2-1 でゲーム3はなんか本気でクリッパーズがディフェンスし始めたら、うん、やっぱり強いんだなって思った試合でもさ、うん、その確かにそうなのよ、言う通りなんだけど、なぜ最初からやらないのっていうのがすっごい不思議なのよ、あの不思議、うん、今だってもうプレーオフも中盤やんだって、うん、今こう全部をこうロックダウンして全部のオフェンスをタイトにしてとかってもうやってて当たり前の時期じゃん。そうなんかスイッチ入れんのがいつなのみたいな、遅すぎねえかみたいな。シンプルに言うと、うん、テレンス・マンをプレイしてる時はロックデン、めちゃめちゃハイエネルギー、そうマンじゃなくて、うん、ね、他の選手とか入れるとなんかボロが出る。これがもうシンプルなあれです、うん、でもでもだからといってタイルーがさもうこいつでプレーオフからはこいつだって言わなくない、なんか。そうだから、うん、まあ、ゲーム3見てそう思わなかったら、うん、おかしいなって思うんですけど、うん、でもなんだろうね、ゲームワーとかも不思議なぐらいプレーシーズンかって思うぐらい選手バンバン出してたじゃないですか、うん、ブギーが出た時びっくりしましたよ、うん、モリスかと思った絞らない説、ロースターをローテーション10人ぐらい出して、うん、11人ぐらい出してえみたいなね、余裕なんかなか、でもなんかアイデンティティをまだ探せてないんだなっていうのが、うん、でもケナードはもうこれでちゃんとミニッツを、うん、
なんかもらえる選手になりましたよね、うん、急にプレーオフに入って、ね、っていうかなんか結局地味だけどしっかりこう波なくやってんのあいつじゃんみたいな話で、うん、オフェンス的にはあやっぱあのシュート力使えるなって、まあディフェンスになると毎回ミッチェルにターゲットされてますけど、うん、でもまあそれもうまいこと、うん、どうなんだろうね、ヘッジしてごまかそうとしてるけど、ね、まあ、ゲーム4の見どころですね、それは、うん、レジー・ジャクソンもね、いつの間にかね、レジーも、うん、Putting in work OKC、OKC Jackson OKC Reggie デトロイト行った時どうしたかと思ったけどね、マジで俺がフランチャイズプレイヤーやって言って、デトロイト行ってとか、うん、でも終わってなかったね、彼もね、終わってなかったですね、うん、まあこれで彼のキャリアも長引いたでしょう、うん、今回のプレーオフのパフォーマンスで。だからもしかしたらよ、関係ないけど、うん、ブレッドソーとかも知らない時にいきなり復活する可能性あるよね、こういう流れでいくと。あるかもね。ね。だって身体能力とかで言ったらまだまだできる選手ですもんね。そう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 。でもなんか知らんけど最近の NBA のバスケのプレーオフにスタイルに全くはまらなくて、急になんかはいこいつダメみたいなスタンプを押されちゃって、うんうん、評価がビヨーって落ちちゃって、うん、でもどっかで拾われて噛み合ったらすごいことになるみたいな、うん、うちのローズだってそうじゃん。そうで、それで言ったら、いやーローズを同じカテゴリーに入れないでほしいわ。いや同じカテゴリーではないけれども、ブレッドソーと同じか、で実力一緒やないよ。ただそのローラーコースターライドがさ、やっぱ怪我とかもあったけど、そのだってジャズなんかプレーもしないでさよならしたからね。うん、だもう烙印押されたっていう意味ではね、うん、ああ、うん、そういうスタンプを押されたっていう、もうこの人はもうボロボロボロです、もうこの人はもう時代に合ってませんとか、うん、そういうねスタンプを押された人としては一緒のカテゴリーじゃないっていう話、うんうんうん、さあな、ってことはエルフもまだまだできるかもしれない。ないよ即答あでも分かんないよ、キャンペーンみたいにさ一回中国行ってね、うん、違う選手になって帰ってきたらですよね、うん、何があるか分からない、分かんない分かんない。ちょっと気になったんだけど、はい、エイトンが勝った後にすぐ IG ライブでなんか勝利のダンスしてたやん、キャンプとロッカールームで。キャムペイント、あそこにキャム出てきちゃダメだと思うの俺。なんであれまたちょっとジンクス的に良くないと思う確かにあれ見た時、あれ見た時思い出したの、あダメダメダメ、それやっちゃダメそこはちゃんとわきまえないそこピシッと立ってこうやって見てたら、うん、キャムやっぱ全然変わったわってなったけどあいつどんどん出てきてこんなになってやったやんだってダメダメ、それで中国行っちゃったんだから、もう確かにあそこで小島よしおになったら、なっちゃダメダメ、あそこはもう俺は勉強したよ、俺はこれやったら俺はもう中国ベイジンダックスになっちゃうから、俺はもうその同じトラップには引っかかんないよって言ってほしかった。エイトもまだ若いからね、その分かんない、そういう人生のトラップをね、うん、大丈夫ですよ、ロッカールームだから、コートでやらなかったら本当、うん、大丈夫大丈夫。俺はだいぶ怖くなったけどね、あれ見て、あ、まあ、違う違う、これこういうのが返ってくるから、ゾッとしましたけどね。うん、ゾッとした。あいつか、そうやそうやそうや、うん。思い出した。ああと思った俺は。うん。
違う違う、そこやっちゃダメと思って、本当に勝ちたいんだったらそこやっちゃダメ今じゃないからそれやるタイミング、うん、ね、最強のチアリーダーでした、ね、うん、そこはもうサングラスしてターミネーターみたいにこうやって遠く見てて欲しかったわ、さやな、いや、やっぱりムードメーカーなんですよ彼は。いや、そうよ、そうだと思うけど、うん、でもね、やっぱああいうのはネタになっちゃうから絶対コメント欄見たくないあれですよ、ね、うん、あれは見たくないやつそう、それで言ったら、帰ってくるで言ったら、あの怪我ね、あの帰りちょっとね、うん、かわいそうな落ち方したね、あれはね、ヤニスの。そうですね、うん、ちょっと一番見たくないよね、うん、なんかネッツ対バックスのシリーズはね、あれだけ期待されてただけあって、うん、なんか怪我で左右されるのがもったいない。そうね、1人倒れ2人目倒れ、うん、KD しかいなくなってみたいな、うん、そういう負け方の負け方をしないでほしいね。うん、なんかこうかチーム内での、ケミストリーが悪くなって負けるなら、なんかファンとしてもとか、うん、とかそのアイソレーションボールが全然止まっちゃってプレーオフいいとこまで行ったけど負けるとかだったらまだね、ディフェンスがあかんくてみたいな、ね、まだバスケの話だからいいのよそれは、うん、でもバスケの話はなくなっちゃうな、このこれでこのシリーズ負けちゃうと、うん、もし元気だったら、もし全員揃ってたらっていうのがもうずっと続いちゃうから、結局はあん時もし元気だったらみたいな、かわいそうですね、ちょっともうすぐビッグベイビーとかにちゃちゃ入れられちゃってねビッグベイビーラッキーレプレカンを踏んだ同じ足でバチが当たったみたいなね、あれどう思いました？あれは性格悪いね。俺は全然いいと思う、レプレカン踏むぐらい、踏みに行くぐらい全然いいと思う。いや普通も普段みんな踏んでるからね、別に全然いいんだけど、でもあの、うん、グリグリしに行ったじゃんわざわざ、うん、I'm okay with it、 でも I'm good、 だってもうファンにボロクソ言われてるわけじゃないですか、セルティックスのファンに。別に帰り暴力振るったわけでもないし、なんかすごい、もちろんそうなんだけど、その球団のロゴに対して泥をわざわざ塗りに行ったっていうことはファンは嬉しくないと思うよ、それは。いやもちろん嬉しくないからやってるから、そのトラッシュトークの一種として、うん、OK OK って僕は思いました。でも OK OK でハイロード取るんだったら俺まあ別に全然いいなと思うけど、もうなんか受けて立って同じレベルで やっちゃってるじゃん結局は。んんどっちが、ん So likeOK って言って余裕見せて全然気にしてないよとかだったらいいけど、結局めちゃくちゃ気にしててもうどうにかしてこうアピールしたいみたいな風に見えるじゃん、わざわざあんなことカメラがあるところやりに行ったらさ。うん、もちろん、いやそれノノカイリーは気にしてると思う、気にしてるからああいうことをして、すごい気にしてすっげえ気にしてんだなっていうのがすごい選手で、やっぱりなんか KD もそうだけどカイリーもそうだけど、すっごいやっぱそういうとこセンシティブなんだよね。うん、でもそれが面白い、見ててファンとしては、見てて、うん、もうセルティックスファンだったらどうリアクトしてるか分かんないですけど、その NBA ファンとしてはは OK OK I like that、 いいじゃん闘争心強いねっていう風に思いました僕はね、うん、僕は
俺は全然なんかあれで、あんなレプリカンのロゴを踏むなんて信じられない、どうも、こいつをけしからんって言ってる人の方がセンシティブだなと思った。あれはでもあのあとさ、ペットボトル投げた人が逮捕されちゃったじゃん。はいはいはい。あれ同じ試合？うん、あ、どうだっけ、試合ずれてたかな。あ、ちょっと思い出せないですね。どっちが先かな。でも多分後から、ロゴが最初だと思う。ロゴが先だよね、うん、だからその報復行動みたいなものじゃない、あのペットボトル投げは。どっちかっていうと、うん、それは That was like a response. Yeah, that's not それはやっちゃいけないレスポンスだけど、うん、いや、何が俺が俺だったら嫌だなって思うと、もし俺がセルティックスファンだったらめちゃくちゃムカつくなと思う。うんうんうん。でも俺セルティックスファンじゃないから、まあちょっとムカついてないんだけど、うん、ニックスのマディソンスクエアガーデンのど真ん中まで来てあれやられたらやっぱ超ムカつくと思う。例えばあの男が、まあないけど、プレーオフの試合で、ね、ニックス対マブスがファイナルとかで当たって、そうそう、であの男が試合の後にロゴを、うん、ニックスのグリグリやったりとか、例えばね、わかんないけど、うん、ニックスのこうバナーとかみたいの燃やして捨ててたみたいなね。いや、だからそこまですると、うん、That's too much。 そう、わざわざ燃やしたりするの、線引きがさ、うん、線引きがすっごい難しいのよ。なんかそれのその、うん、意思表示としては同じ悪いことじゃん、どっちかっていうと。うん、だちょっとそのあの行動はちょっとアニメっぽい動きだから、みんななんかははって笑ってるけど、うん、なんかそれが違う種類の行動だったら、ものすごいみんなの神経を超逆なですることになるんじゃないかなって思う。確かにその線っていうのはすごく曖昧だから、それをだからその曖昧な線を超えたか超えないかで、グリ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 のあのまたグリグリみたいなやり方もちょっとなんかはははのレベルでもあるし、やられた側からしたらなんだよムカつくなっていうのもあるし、すんごいグレーゾーンでうまいことやったような気がする。うんうんうん、そう。でもすんげえ気にしてんだなっていうのが、思ったよりもやっぱすんげえ気にしてんだなっていうのはあった。うん、うん、KD とカイリーの違いって何だと思います？うん、その性格的に、まあ、表現の仕方がちょっと違うけど似てるっちゃ似てんだよね。二人ともすごいそういう批判に対してめっちゃセンシティブで、ほっといてほしいって必ず言うのよ。なんか自分のことだけ気にしてくれ、俺は自分のことだけ気にするから、そんななんかヘイトする人たちのことなんか関係ねえって絶対言うんだけど、めちゃレスポンスするんだよね。誰も9回ナンバーワンツーぐらいでしょ、あの二人のレスポンスが。うん、似てるようでなんか似てないような気がするんですよね。 KD はそれを全部ネット経由でやるんだよね。うん、うん、KD はどっちかというとすごいピュアだと思う、うん、で本当になんか裏が、まあアカウントはね別として裏がない感じ、うんうん、裏赤はたくさん、裏赤もあるけどこうバッて言われたらもう言い返しちゃう、うん、すごくピュアな感じがする、うん、カイリーは裏がある、うん、からセンシティブなのかセンシティブじゃないのかもうちょっとわからない時があって、うん、本当にセンシティブだったらあんな勝手になんかパーソナルデーとか
取ったら、うん、絶対批判されるっていうのは分かってるはずだから、うん、やらないと思うんですよ。KD はそういうことしないじゃないですか、うん、カイリーはこうちょっとねじれてるから、そういう人を怒らせることでこうコンバーセーションをスタートする、うん、KD はね、なんかトラッシュトークの延長線のような気がする。うん、うん、だからそれをファンともやっちゃう人みたいな、うん、要はコート上だったら選手同士でもみんな言い合ってるじゃん、うん、だそれと同じでファンとも言い合っちゃう人、特にインターネットでね。そうそうそう、そうで、そのすごいピュアなんですよ。そうで、大きなその狙いはない KD の場合、うん、そう、なんかその裏にこう大きな目的とかはないの、ただ、うん、ムカついたから言ってるだけ。なんでこんなギャーギャー言われて 俺たちだけ黙ってなきゃいけないのっていうスタンスだと、うん、カイリーはなんかなんだろうな、全然違う角度の新しいことをやって、こうこの人はあそんなレベルで生きてたんだ、全然違うねっていう風にみんなをこう説得させたいんじゃないかなっていうのは。説得、みんなを説得することは不可能だとは分かってると思うんですよ、うん、でもある一種の人たちを説得させたいって思ってる、うん、カイリーはね、なんか特にメディアに対しての多分あのアピールがとか戦略をすっごい考えてるような気がする。なんかファンとかって感じじゃないような気がする。なんか業界内、うんうんうん、業界内な感じ。業界人に対してカイリーは思うことがたくさんあるんだ、うん。KD はどっちかっていうと一般人に対してすごい思うことがあるっていう、うん。だからそのメディアとか、そういうクリティックとか、そういう評論家とか、そういう、体制とかルールとかそういうことに対してのカイリーはなんか疑問を常にこう違う角度から投げかけようといつもする。それのいい例えがバブルに対してのコメントでしたよね、うんうん、そうそうそう、だあれ別に間違ってない意見だと思うし、うんうん、でもそのもう言わなくていいかなっていうところを言うんですよ、うん、カイリーは。カイリーがすごい俺なんかちょっと難しいのは、そのメディアからどうしても評価されなさげな部分としては、そんなに思想とかその目指してるところがすごい高い、その仙人みたいに悟りの境地なんだったら、その選手会とかのその CP3 とかレブロンとかがやってるような本当に世の中を変える実務の部分の組閣にさっさと入るべきだと思うの俺は。例えば組合の組合長になるとかね、プレイヤーズユニオンとかのね、でクリス・ポールとかがみんなに給料がもっといくように、あの NBA 側と戦う球団側の、あ、組合側のリーダー、選手会のリーダーになったりとかね、うん、だそういうのをもっとアクティブに やればいいんじゃないかなって思うんだよね。でもどっか外れた違うフリーランスな場所からこうなんていうの、こう哲学的なことだけこうポンポン投げて、でまあ、自分でも慈善活動とかすごいなんかコミュニティに寄付とか、あの WNBA の選手にすごいお金を落としたりとかいろいろしてるから、その口だけじゃんとも言えないんだけど、その自分たちのそのリーグに対してすごい疑問を彼は持ってるから、だったらなんかそれを変えれる立場と権力を手に入れたら面白いんじゃないかなって俺は思うんだよ。なるほどね、うん、まあなんかこう人を考えさせるという意味では、
政治は置いといて、うん、カニエっぽい、うん、NBA のカニエっぽい、全然関係ないこといきなりぶっ込んでくるとかね。うんうんうん、そうそう。だからなんか俺たちが常に聞いてる番記者さんとかね、評論家とかのそういうさ、専門家の評価とかね、こうチーム分析とかいろんなことをやっぱり記事とかいろいろ読んだり、ポッドキャスト聞いたり、ニュース聞いたりとかするじゃん。うん、だそれ全部に対してカイリーは全然違う角度から、こういう仕事している人たちってどういう根拠で信憑性があるのかわからないし、みんななんでこれを信じてるのみたいな角度から来るじゃん、絶対いきなり、ね、地球は平らだ説と同じでさ、やっぱみんなの常識をこう覆したいパターンの人だよね、カイリーは。そうですね、うん、まあそれを全部マネージしてるスティーブ・ナッシュは本当大変やと思いますよもうね、マネージするっていうよりももう自由だよね、うん、でそれをもうフォローするだよね、メディアに対して、うん、うん、1年目からこれかよって頑張ってると思います、うんうん、でもなんかそのね、あのシリーズ全員元気でバチバチやってほしいね、なんかね。そうですね、せっかくなんかバックスもちょっとなんか自分たちのスタイルを探せたかなっていう方向に行ってるから、うん、そういう時にカイリーが怪我しちゃうっていうのは残念ですよね。どれぐらいまだなんだ、いつ戻ってこれるかっていうのは出てないですよね、うんうん。でも先に戻るとしたらハーデンじゃない？確かにね、うん、うん、5割6割6割7割のハーデンいるだけでも全然違うだろうね、きっと、うん、そうね、さすがに KD だけ、うん、まあ、うん、ちょっとむずいかもね、うん。バックスもさ、やっぱりちょっとずつなんか解明し始めてるよね、ブルックリンの特徴をね、ちょっとずつね、なんかピックのカバレージとかもちょっとずつ変わってるし、うん、PJ タッカーもやっぱり KD の欲しいところで上げないようにめちゃくちゃ頑張ってるしね。すごく、審判が昨日、うん、昨日の試合の前半はもう本当によっぽどパシーンっていうのじゃないとファール取ってなかったじゃないですか、うんうん、あれゲーム4でも同じなんですかね。てか後半でちょっとなんか変わってピッピピッピ吹き始めたけど、うん、まあどっちでもいいけど、うんうん、どっちでもいいけど同じにしてほしいね。なんかそうそうそう、途中で変えるのはやめてほしいですよね。そうそう、だったらもう後半からごめん軽くするよとかで先に言ってほしいよね、なんか、うんうん。ハッカーがあれぐらいフィジカルにプレーしていいなら、もしかしたら、うん、そうね、これはバックスにとって有利な、うん、有利だね、うんうん。まあファールで言ったらちょっと話戻っちゃうけど、なんか今日話どんどん飛んじゃうけど、ヨキッちゃんの退場ファールは退場にする、あそこであの場面で。 Oh yeah Oh yeah、 2021年であれは即退場でしょ。レジーミラーびっくりしてたけど、まあ、バレーボールみたいな振りかぶってたよね。うん、スパイクでしたよねあれ。全然なんかもう完全にイライラファールやったから、うん、いやあんなしたらあかんよ2021年でこれ90年代やったらコモンファールで終わりですけど、うんうん、あれはもうフレグラント2、プレーオフファーで終わりよね。うん、宗太郎さん的にはいや、あんな振りかぶんのかこいつと思ったけどね、あそこで、うん、しかも第3クォーターやんだって、まだあれ、うん、あれをやっち
ちゃやっぱり勝てないね、あれはね、やっぱり。もちろんそのエンタメ的にはね、うん、MVP をあそこで退場するのは、うん、テレビ的に良くないんじゃないかっていうのは分かるけど、でも今シューターのゾーンに、ね、うん、間違えてステップインしただけでフレグラント1になるような時代ですから、あんなバレーボールスパイクして同じフレグラント1っていうのは、ぶっちゃけだってタージのあのちょっと体当たりがフレグラントだからね。あれで言ったらあの振りかぶりはマジ即退場だね、それで言ったらね。そう、比べるとね、ただびっくりした。単純に比べると即退場だけど、ただびっくりした、試合の流れでこれやるんだって。あれちょうどクリポが、うん、He was killing him killing him with the mid-range ハイピックアンドロール6回ぐらい連続で決めて、でもうイライラ、ビデオ再生タイムだよあれ本当に。あ、そうそうそう、うん、なん俺あれ俺巻き戻したっけ間違えてって思うぐらいで、イライラがこうループかなと思ったよね、うん、ループかと、あの、うん、ヴァインかと思いましたほんまに本当に。だから、まあ、あれでイライラが増してたんでしょうね、溜まってたんだろうね、うんうん、いやしかしペインはペインはなんでいつもああいうところに、うん、こう殴られる場所にちょうどあれだって別にペインじゃなくてもやってたじゃないですか。いや全然いいと思うよ、もうペインを誰でもよかった、誰でもよかった、うん、ああいうところにいるんですよねペインは、うん、なんか知らん、持ってるっちゃ持ってる、持ってないっちゃ持ってないそうそう、テレビタイムですから、うん、彼にとってはいいかも、ねあとは、じゃあ西東はもう、シクサーズとあれか、シクサーズホークス、うん、もうこれはちょっとどうなんですか、シクサーズがもう力技でいくのかな、そろそろ。そうですね、今何 2-1 か、うん、まあなんか長いですよねこう、うんうん、シクサーズでかいし、う、ね、うん、あとベンシモがねそろそろロックダウンで、うん、もうガチガチにくんじゃねえかなみたいな。そうね、あとあの、うん、サードクォーターが始まった時の最初のベンシモ、うん、最初の 5,6 分のベンシモのオフェンスでのアグレッシブさ、うんうん、あれよあれが見たい。あれなんでずっとやんないんだろうね。あれなんでずっとやんない。まあフリースローが怖いのかもしれないし、うーん、いやー全然違うチームですよ。シモンズ俺別にフリースロー怖がる意味が分かんない。別にいいじゃん2本外しても。相手ファールどんどんついてってんだからさ。まあね。うん。分かんないですよね。なんであのアグレッシブさが。そのオープンコートだけのベンシモっていう風になってる時が多いから、うん、じゃなくてハーフコートでも十分できます、うん、そうそう、意外に全然できんだよ。あのだってローポストからエンビードにノールクパスとかああいうのできるじゃん。だって全然ね、ガリナリ3歩ぐらい下がって、うん、それでもポストアップする格好して広いあれは綺麗だったわ。ポストアップしてないのよあれ、うん、してないしてないの、ここ隙間だらけだから隙間めっちゃいいあれもいねえぞお前いやー、うん、まあそんな感じだから、まあシクサーズ対バックスネッツはね、ちょっとまだなんか揉めそうな気するよね。うん、全然わかんない。やっぱあのマブスクリッパーズで最初は、あ、うん、もうあれ、うん、マブスクリッパーズで、うんうん、最初の2ゲームで、あ、もうこれはマブス勝ったな、うん、でクリッパーズが2勝して、あ、もうこれクリッパーズやん、うん、
んでゲーム5でマブス勝ったから、あこれ、うん、やっぱマブスやな、うん、で最終的にクリッパーズやったじゃないですか、うん、もう分からないんですよ、 あ、うん、あのシリーズ見てから、うん、シリーズが終わる前に、うん、こう結果を決めちゃうのはやめようと今年思いました、うん、だから今1個、うん、言えるのはやっぱ1回戦までは良かったけど、うん、セミファイナルまで来ると、うん、あのワンスターチームはやっぱちょっと苦しいね、スターが1人しかいないじゃん、だからデンバー、今回のデンバーそうでしょ、うん、でルカンとこもそうだったでしょ、マブスもで今回のホークスも苦しくなってきたでしょ、うん、やっぱりセミファイナルより上ってやっぱそのね2スター3スターってことはプラスアルファ、うん、ジャズはミッチェルとゴベール一応カウントできんじゃない、ゴベールカウントする、いやだってその一応プレーオフでスターって言ったら大体オフェンスのこと言うじゃないですか、うんうん、でもあの最後のゴベールのあのブロックとかやっぱスターレベルじゃなかった、あの最後のゴベールのブロック、ああモリスンの、そう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 、あれでも不思議なのが、うん、ね、もう2021年ね、フロップの時代でしょ、ゴベール普通にビヨーンって飛んで、モリスなぜなんで2人で2人で同じタイミング、ああなんでジャンプインしなかったの、うん、っていうのが、うん、まあでもグッディでしたね、イングルスのグッディ、うん、グッディだし、やっぱ見えないけどゴベールのやっぱり存在感やっぱでかいから、そのワンツーパンチがしっかりあるチーム、ワンツースリーとかのパンチだから、今回もさバックス勝ったけどヤニスだけじゃなくてミドルトンめちゃくちゃ活躍したしさ、やっぱそういうしっかり 1A1B がしっかりいるチームじゃないとやっぱりきついくなってきたね、だんだんですね、うん、うんうん、そう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 ね、うん、そうね、だから予想ができねえ、予想はむずい、うん、けど希望、希望は言える、願いは、俺は今はサンズジャズが見たい、うんうんうん、うん、で東はシクサーズバックスが見たい、まあここまで来たらね、うん、そう、うん、ネッツが本当は見たくても、そうネッツめっちゃ元気だったらいいんだけど、怪我しまくりのまま行くとやっぱりなんかだったら元気で見たいなみたいな、そうやな、そう結構、うん、あでファイナルは、ファイナルズではどこ、ファイナルはどこ見たいかな、でもサンズ見たくなってきちゃったな、なんか俺、うん、西はクリスポールファイナル行ってほしくなってきちゃったな、うん、なんとなく欲しいね、あのミッドレンジ地獄他のチームでも通用すんのか見たい、めっちゃ見たいね、うん、ハイピックアンドロールをどうやって、うん、見たい見たい、あの リフトに対してどういうアジャストしてくんのかをすごい見たい、だからいろんな組み合わせが見たくなってきちゃってる、うんうん、ってことはやっぱシクサーズかな、あそう見たいね、それで言ったらね、うんうん、バックスだったらもうロペスがプレーできなくなるじゃないですか、いやもうドロップもう限界だねそれね、うんうん、エンビードは今回のトレーに対してのピックアンドロールディフェンスとか見ると、うん、まあ CP に対してどういう風に守るかっていうのは、うん、チャンスがありますもんね、うんうん、彼らの場合逆にだからロペス PJ タッカーがスモール5とかね、ロペスがなんかあえてエイトンにつかないとかね、
なんかそういうことするかもしれない、もしかしたら。むずいよね、うん、そう、うん、なんか、うん、むずいね。にしてもなんでロペスをもっとインサイドで使わないのかが未だに分からない。毎回俺たち言ってるよね、うん、ネッツ時代のロペス使えって。ゲーム1で十分それだけで勝てて、十分活躍してたの見たでしょ、うん、そうそう、なんでだろうな、なんでだろうね、不思議だよね。やっぱリズム狂っちゃうのかな、急に違うことやると。そんなことないと思うけどね、さばくのもうまいからね、ある程度もう大人だし。ヤニスがのスペースがなくなっちゃうって思っちゃってんじゃない、やっぱり。でももうヤニスを主にローラーとして使ってるじゃないですか、うんうん、だからその5アウトっていうのをしなくなった時点で別にそんなにスペース作らなくてもいいんじゃないか、まあね、ヤニスなんかだからオービーみたいにベースライン反対側からシャーってきて寄った瞬間もう裏ピョンって飛ばしちゃえばそれで済むもんね。まあその辺がバッドがね毎回解任説が出る場所の根拠なんじゃない、うん、でもバッド今回もし勝てたら続くかもね。これさどういう気分なんだろうね、負けたらクビクビって言われて勝ったらどうぞどうぞ続けてくださいって言って嫌じゃないのかねあれね。ふざけんなよって思うよねあれね。優勝してやめてやろうかなみたいな気分になるよね。それはかっこよすぎや。I'm out. I'm out. I'm a ring. Yo, peace. I ain't forget what you said. Oh, man. そう。OB で思い出したけど、ニックスの話一個していい？あ、どうぞどうぞ。ジョシュ・ハートのコメント。はい、話題になってますよ、ジョシュ・ハートのコメント。なんて言ったんですか？ポッドキャストで、うん、ビラノバのあれのポッドキャストなのかな、カイル・ラウリーとジョシュ・ハートと MC の人で喋ってて、うん、ジョシュ・ハートを、ニックス、あ、じゃあウルブスがティブスが監督だった時に16番目のドラフト権を使ってジョシュ・ハート取りたいってティブスがめちゃくちゃ球団と戦っ、球団というかまあスカウト出して戦ったっていう、あのある監督があなたを取りたくてめちゃくちゃあのバトったっていうあのエピソードありますよねって MC の人が振ったら、なんかわざわざある監督って言って名前ティブスの名前言わないかったんだけど、ジョシュ・ハートが「あ、ティブスがね」とか言って自分から言って、なんか「ああ、I love Tibbs」とか「I think I'm that kind of like Tibbs guy」みたいなこと言って、横にカイル・ライリーが普通に座ってたら、Oh, Tibbs, I love that guy, man. He's the best. みたいな。なんか二人で急にティブスベタ褒めし始めて。お。それでその映像が、ビメオかなんかの映像がもうソーシャルにビャーっと出てて。うん、でもうニューヨークでみんな来るぞ来るぞ来るぞ。いいじゃないですか。いや、いいよね。別にまあ、うん、ジョシュ・ハートどっちでもいいけど、セットで2人でビラノーバーセットで来てくれるんだと全然いいよ、俺は。いいんじゃないですか。うん、じゃあもうビラノーバーセットでオマリ・スペルマンもじゃあ呼びましょうよ。また呼ぶ？また呼びましょう。うん、大丈夫かな、体調。心配だわ。うん、そう。そうか。まあ、ハートはね、うん、3&D。系の若い選手やし、うんうん、ラウリーもね、うん、ずっと我々はターゲットしてるから、そうよ、まあメイクセンスするんじゃないかな。2年50億とかだったらいいんじゃない、うん、ラウリーね、うん、
そう、みんななんかその、うん、もう年だとか、このからはもうどんどん劣化していくからお金の無駄だから払いたくないとかって言うけど、やっぱクリポのあの活躍を見ると、もちろん本人体調良くて怪我してないから素晴らしい活躍してんだけど、その周りの巻き込み方がやっぱ全然違うよね。全然違うね、うん、それでなんかいいカルチャーがさらに良くなるから、そうだから、その活躍してなかったとしてもそのカルチャーは伝わるから、俺は別にその分のお金として払ってもいいかなって思ってる。それはクリポでもいいし、あのラウリーでもいいから、絶対いいカルチャーになるから、うん、ロッカールームとかみんなの、うん、絆の強さとか、そういうことね、うん、だからニックスに来て例えばね、ハムストをやっちゃって30試合しか出れないとか言って、ほら見ろみたいな、すげえ大金払って損したじゃねえかって絶対言うのよ、ツイッターとかでみんなニックスのファンとかって、うん、でもそうじゃないって、払ってるお金が事業料だから彼らのね、うん、あの去年のオフでも宗太郎さんはそれ派でしたね。そう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 、そう、リフト君そうでもなかったよね。うん、去年、あ、なんて言ってたっけな、去年の時点で、でも CP は欲しくないとは言ってた。うん、言ってたよね。うん、うん、ちょっ、うん、いいっすか質問。あ、どうぞどうぞ。クリポ肩治った？あれ治ったんじゃない？それか治ってないから地獄のミッドレンジ作戦に変えたのか。スリー打てないから。うん、1回打ってたの。ゲーム3も1回打ってたんだけど、打った後のミドルすんげえ外し始めたのよ。な、だ痛いんじゃない、まだやっぱり。もうなんか1回戦はずっとクリポの肩、クリポの肩っていうのが話題になってたのが、うんうん、2回戦でほとんど効かなくなりましたよね、うんうんうん、あれさ、やっぱうまいからさ、惑わして元気に見せてると思うね、ハンドリングがうまいから。いやあれをね、あれ見て、うん、やっぱプロのアスリート、しかもこういうスーパースターってすげえな、うんうん、あんだけ痛そうにしてたのに、うん、なんか注射打ったのかわからないけど、あれはフルで治ってるっていうのはちょっと物理的に無理じゃない。無理っすよね。うん、いやだから俺地獄のミドルシュート作戦にしれっと切り替えて、いや別にそういうんじゃねえよ、相手だからそこ行くんだよみたいな風に見せて、まあそれで勝っちゃってるからすごいんだけど、みんなそっちに夢中になっちゃって、地獄のミドル作戦に。実はあれすんげえ引いて外打たしたらリズム狂うのかもしんないよ。そうね、ヨキッチより動けるセンターやったらどうなってた。そう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 、マギーだけでもね、ちょっと、うん、そうそうそう手こずってはないけど、うん、ヨキッチの時よりはなんかこう戸惑ってる感じがしたから、一回すごいハイピックでスクリーンもらってビャーっと来てピョンって飛んだから、わっ、スリー打つのかなと思ったの、ズレができて、うんうん、そしたら飛んで真横にパスしたの、エイトに。うんうん、でそのエイトンがまたすぐクリポにパスしてすぐスクリーンセットしに来たの、逆サイドで、うん、あれもだからみんなチーム内では分かってたんかな。分かってる、ね、スリーはあんま打てない、うん、スリーはちょっと今無理だから飛んだらパスするぞみたいな、うん、でも分かんないだ、敵は必死だから本当に。なんかでもあの一つの技を全く止められないのは、うんうん、わかん、左に行かせようとしてたじゃないですか、デンバーも、うんうんうん、ゴードンもこうシェードして、うんうんうん、左に行ってスネークバックしてまた右に、そうそういやうめえな、うん、もうこのポッドキャストほんま半分ぐらい CP に
になってますけど、もうそろそろだから俺たち CP に1回分を、うん、あの献上しないといけないぐらい彼は大活躍してるよ。うん、うん、それぐらい。なんで CP 欲しくなかったんだっけ、リクト君。ね、うん、お金なんだっけ。お金、健康。ああ、今年のロスターだったら、うん、まあ今年のロスターはほんま20勝できるかできないかぐらいのロスターやったから、うん、 そうね、そんなチームにクリップを入れても意味ないんじゃないかみたいな、うん、そういう言い分やったような気がする。あ、そう、なんか言ってたのはその優勝狙えるチーム行かないと、うん、そう、なんか今じゃないんじゃないか、 OKC となんか一緒じゃんみたいなね、うん、うちらのチーム作りも今じゃないよねみたいな、うん、うん、的なことやったような。でもシーズン終わって今のチームだったら全然ありだよね。うんうん、今のチームだったら全然ありかもね。なんせ奇跡的に4位になっちゃったからね。うん、から先でめっちゃつまずいたじゃん、プレーオフで。うん、あっこから先はやっぱり CP みたいな選手がいないとなかなか選択肢がね。そうですね、うん、オフェンスの、まあ来年のチームに CP とみっちゃんが加わったら、え、今回のエンビードのピックアンドロールディフェンス見て、あ、トレーでもやっぱりエンビード相手やったらちょっと、うん、あの、いや、だからうちのみっちゃんが同じぐらいの存在感でいたら、いや、とも、もう崩れてたんじゃねえのって思うよ、うんうんうん、全然違うシリーズになってたやろなって思うから、うんうん、そうなんだよね、うん、いや、まあまあ今回のオフはね、うん、そうね、長いから、これから長いですから、うん、また話すでしょ。ちょっと気を変えてボイスメールいきますか。ボイスメールいきましょうか。面白いメールが来てる。道着をオレンジ、帯を青にしようと考え中の空手家さんより。すごいね、それ。かっけえ、かっけえな、それ。青にオレンジでもいいしね。ソタロさん、リクトさん、はじめまして。いつも火曜日の夜に帰宅して2人の姿を見るのが楽しみにしています。私は中高バスケ部でしたが、ジョーダンの引退頃からバスケから離れてしまい、今はその後始めた空手で道場を開いてます。超すごいじゃんこれ。格闘技を見るためにワオワオに入ってましたが、そこで数年ぶりの NBA に触れてまた見るようになりました。そして2人のおかげで今は夫婦でニックスファンの再県民です。 Thank you、 ありがとうございます。 Thank you。 空手家の、ファンが増えましたよ。さて、私たちは2017年に NHL のレンジャーズ、2019年には新日本プロレスを見に MSG に行ったことで、すごいね、新日本プロレスで MSG でやってんだ。しかしスケジュール等の関係でニックスの生観戦はできてません。COVID-19 のワクチンを打って MSG にニックスの応援しに行こうと私は思っているのですが、アジア人差別がまだあるみたいだよ、それが落ち着くまでは、ニューヨークにあまり行きたくないと妻が言ってます。ではどういう状態になったら安心できるのと私が聞くと、宗太郎さんとリクトさんが MSG ニックス観戦ツアーをやってくれるなら、安心できるとのことでした。観戦ツアーといっても、例えば宗太郎さんがニューヨークに来、リクトさんと MSG で試合を見る、その同じ日に MSG で観戦できる人たち、席はお二人と離れていても OK が、試合前に試合後に集まってゴーゴーカレーでも食べながらニックスの話をする。日本からのツアーを募るのではなく、待ち合わせは MSG で各自が現地集合現地解散。
というくらいのことで良いです。曽太郎さん、リクトさん、どうかお願いします。20年以上空手を稽古していて、妻には決して、勝てませんし、当然逆らえません。20年以上空手を稽古していても、妻には、決して勝てませんし、当然逆らえません。何卒 MSG でニックスを応援するチャンスをください。それでは最高のシーズンを見せてくれたビッグ15とスタッフ、そして素敵な コミュニティを作ってくれた2人に感謝を込めて Go Knicks! Wow! PS、再建民グッズ楽しみにしてます。もしキャップを作っていただけるならビッグサイズもお願いしたいです。私の頭が大きいもので、素晴らしい E メールありがとうございます。道着をオレンジ、帯を青にしようと考え中の空手家さんから。いいね、いいね、うん、お、現地集合、現地解散、いいね。いいんじゃないですか。自由に参加。じゃあもう何月何日の何時の試合、うん、対何々戦アット MSG 行きますみたいな。軽い。で、なんか、1時間ぐらい前にゴーゴーカレーで集合みたいな。ゴーゴーカレーどこにあんの？あんの？ゴーゴーカレー。あるある。37の8かな。ペンステート近いの？まあまあ。まあまあ近い。まあまあ近い。うん、じゃあもうゴーゴーカレー行こうか。行きましょうよ。日本でもあんまりゴーゴーカレー行かないけど、わざわざニューヨーク行ってゴーゴーカレー。何でもいいけどね、ゴーゴーカレーでもココイチでも。ココイチある？ココイチって知らないですね。あ、そう、なんかそういうカレーのチェーン店で日本にたくさん、先にココイチが先だったんじゃねえかな、わかんないけど、うわ、カレー食べたくなった。腹減るよね、うん、こっち夜中だから今カレー食ったらダメだわ。あ、そっかそっか。でもやりたいね、そういう現地集合現地解散みたいな、そういう軽いやつ、やりたいね。で、わかんないからさ、誰と会っていいかわかんないから、みんなあの再建民のキャップかぶってきてもらわないとわかんない、ね、そうだ、ね、そうだそうだ、か T シャツかね、うん、いやー、なんか再建民らしいルースさやね、再建民らしい ルースさ。でまた8人ぐらい来たらいいね、リクト君とか言ってて、気がついたら、おー、すげえ来たじゃんみたいになって。いや、でも席一緒じゃないからね。そうね、そうね、また、まあ、でもまたじゃっつって、試合後にちょっとなんか反省会みたいなのあってみたいな。またゴーゴーカレーなの、そこ締めはちょっとなんか、うん、一風堂とかホームランとかでいいんじゃない。あ、まだあんの？ないのかな。一風堂、一風堂カレー食った後ラーメン食うの。俺の中ではもうしっくりきてたんですけど、確かに重いかもね。大食い選手権やん。女子とかトゥーマッチだ、ね、確かに。何がいいかね、うん、韓国街とかいいんじゃないですか。もうすぐそこやし、いいかもね、うんうん、みんなでこう大皿鍋とかね、うんうん、いいんじゃない。あ、楽しそうだね、うん、楽しそうだね。ワクチンね、打ってみんな自由になったら行きたいね、うん、俺らこんなことずっと言ってる、ま、1年ぐらい言ってるけど、念願の、もうここまで来たら本当念願のね、みんなへのそのこの辛い時期を全員このセラピーで通り抜けたご褒美で、どっかでマジで会おうね、絶対ね、うんうん、そうっすよ。この1年間もしょうがなかったけど、うん、めちゃくちゃこのポッドキャストでも何十回も言ってるもんね、絶対会おうねって、これ終わったら、うん、ね、第1回目はニューヨークで集合、ニューヨークで、おー、第2回目が、でもちょっと待って、ニューヨークに行く人の数の方が圧倒的に多いんだからね、あなたに会いに。ん？ん？第1回目でも2回目でもいいけど、日本で開催したらあなた1人が来ればそれで済む、うんうん、ああ、そういうことね。お前が来いと。
確かに。でも、でもあなたのいる場所がニックスの聖地だからね、それは聖地巡りとしては俺たちが行く方がまあ、そうね、合ってるのかな。プロコン、うん、うん、そうね、うん、だろうな。第1回目はもしかしたらでも俺が行く方があれかも、ね、あとはあのハワイで会うっていう手もあるよ、間で。おお、ニックスとは関係ないですけど、うん、もう普通に普通に楽しむで、みんなで楽しむで、あの向こうのスポーツバーに行って、うん、でなんかお願いしてニックスの試合見させてもらう。おー、それもいいかもね。かかってる可能性少ないから。俺スポーツバー行ってニックスのかかってたことにニューヨーク以外でほぼないから。まあまあまあ ね、まあ、ね、2013年とかじゃない限り、そう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 無理よそれはそうだな、うん、そうよ。まあ頼んだらチャンネル変えてくれる、頼んだら変えてくれる可能性あるけどね。貸し切るぐらいの勢いで行きたいね。うん、うん、いいっすね。さあ、あ、ボイスメール来たからこれ聞いてみましょうか。長澤さん、ニクナさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。聞こえる？ベッターです。今シーズンラプターズだけを追い続けて見てきましたが、残念な結果でしたけど嬉しいニュースもあったので充実したシーズンでした。ありがとうございます。さて話は変わりますが、 NBA や B リーグはもちろんプロスポーツにおいて結果が悪ければファンやメディアはチームや選手に対してダウトしてきた歴史があります。しかし昨今メンタルヘルスの観点からその流れが変わってきてるような気がします。これに関しては自分はファンのダウトはなくなってはいけないと思います。その理由としてはファンは高くもない給料でゲームを見に来ているからダウトするのが当然の権利だと考えております。ただ今後メディアのダウトはどのようにしていくべきかというのは問題になってくるとは思いますが、どうかお二人はどう考えておりますか。ぜひお二人のご意見を聞かせください。はい、スペクターさんから。スペクターさん、あれこれは前もくれたよね。うんうんうん、スペクターさんちょっと元気なかったね。大丈夫かな。そうですね、なんか今日はちょっとフィネス系のこうフィンガーロールできました、ね、フィンガーロール系のダンクは。ダウトね。ダウト、ダウト、ダウトっていうか批判ね。Is it right to be critical as a fan? In what context? ちょっと僕日本語があれで、批判したり自分の応援してるチームをこうダメ出しするっていうことがいいことなのか悪いことなのか。自分が応援してるチームを批判すること。だから例えばその調子が悪いとか、うん、ちゃんとしたことやってないとかっていう時に、例えば会場とかで、まあ、その高いチケット代払って中に入ってるから、うん、その良くなかったらパフォーマンスが良くなかったら良くないよって言ってブーイングとかするとか、うん、まあ Of course ヤジとかね。 Of course、うん、Of course 俺たちは Of course だけど Hell yeah いい時はもちろん、うわよくやった、そう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 、悪いのに、悪い時はよくやった。でもね、日本ってやっぱ優しいのよ。全然ダメなチームでも一生懸命頑張ってるからって言ってこう頑張ったこと称えちゃうのよ。え、ブーイングとかはあるでしょ。聞いたことないよ俺ブーイング。あ、でもプロ野球とか日本であんまないよね。確かに、なんかヤジもちょっと愛のあるなんかこう顔、みんながくすって笑えるようなヤジが多いもんだ。阪神ファンでも、うん、阪神ファンでもなんかもうギャグに走ってる人が多いんじゃない、やっぱどっちかっていう。そんななんかめちゃくちゃあのやっぱりアメリカのファンとかって、まあヨーロッパとかもそうだけど、その一線超えた
もう攻撃的なヤジとかになってるやん、相手チームに対してとか。ヨーロッパはもう超えてる、うん、ヨーロッパユーロリーグは超えてる、もう超えてるよアメリカはなんかああいうアホな、うん、ねポップコーンマンとか、うん、ツバマンとか、うん、もう一人何やったっけ、バックボードマンとか、人種差別マンとか、ね、人種差別マンとかね、うん、ああいうのはたまにいるけど、あれはもうファンじゃないじゃないですか。あれはダメだね、うん、あれはもう全然違うカテゴリー、超えちゃいけないライン超えてると思うけど、うん、基本的なヤジとかそのなんだろうな、アメリカって結構このルール多分あると思うんだけど、 You could be mean if you're funny。 That's the Jacoby rule, dog. That's the Jalen and Jacoby rule, dog. アメリカでもまあ文化的にあるよね、ちょっと。まあね、うんうん、こうなんかトンチ聞いてれば、そのいいディスリとかもこうどっちかっていうと、前も言ったと思うんだけど、うん、やっぱ日本はボケの文化だね、お笑いとか、うんうんうん、アメリカはやっぱツッコミ文化だから、ボケる人よりやっぱ鋭いツッコミした人の方が政治に対してもそうだし、うんうん、あのスポーツに対してもそうだし、ツッコミが鋭ければ鋭くてこう切れ味がもうナイフみたいに、もう殺人的な切れ味の人がもうめちゃ評価されるね、特にアメリカはね。おお、そういう風に考えたことなかったけど、なるほど。日本はやっぱりボケの文化というか、みんな天才天才って言われてる人はみんなね、ボケの人が天才天才って言われてるじゃない。うん、だからあえてバカができる人は賢いみたいな。そうなんだ、うん、そういう優しさとか賢さとか、こう器がでかいみたいな。なるほど。アメリカはやっぱりそれが弱みになっちゃうから、うん、やっぱり弱みをやっぱり見せるとダメだよね、まだ文化的にね。だから日本は絶対平和なのよ、そういう意味で言ったら。うん、アメリカはやっぱそれが弱みとして捉えられちゃうから。なるほど。だから絶対ツッコミメインの文化なんだよ。うんうんうん、そうか。なんか不思議なのは、うん、ファンの文化、その、うん、こっちのスポーツチームのファンっていうのは、うん、そうやってもう厳しく、ねうん、いい時はもう、うん、We're the best、うん、We're gonna win this chipうん、負けてる時はとか、負けてるとかハッスルが足りない時とかね、うん、ニューヨークやったらはもう本当にもうブーイング、自分のチームでもブーイングだし、もうめちゃくちゃ文句言うよね、うん、その努力してなかったとか、うん、こんなことのために金払ったんじゃねえとかね、うんうん、でも部活文化のこと考えると、うん、日本の方がもうめっちゃ辛口のようなイメージがあるんですけど、その日々の指導は辛口かみたいな。今もうあんま辛口じゃないよ、陸徳。そうなんだ。うん、もう今あんまりそんなスパルタ的にできないよ、教育が。ゆとり世代、ゆとりの後の悟りの後のもうなんだかわかんない。ゆとりは何、俺いやわかんない。だからゆとりってちょっと誰か教えてほしいな世代の。わかんねえんだよ。だからどこがゆとりどこがゆとりで、その後が悟りなのかっていうの。あ、悟りって、うん、What does that mean? 悟りはなんか俺もわかってねえんだけど、うん、ゆとりはなんかもう緩いじゃん、とにかく、うんうん、競争心がなかったりとか、うん、そういう。悟りはなんかもう悟っちゃってるから、なんかどうせやっても無理だとかっていう感じの、なんかこうがむしゃらに頑張ってももうあのこのまま行ってこう行ってこういったこうなるともうここですよねみたいな。はあ、なんかどうなるか分かんないけどめっちゃ頑張ろうぜとかじゃなくて、もっとラジコ The Logical Era
もっとなんか冷めてるっていうか、冷めてるね。ああなるほど、うんうん、そうかそうか、うん、悟り世代。いや分かんない、分かんないんだけどね、うん、ごめん、俺のこの概念間違ってたら教えてください。みんな再建民の人たちの方が分かってると思うから。そうですね、俺はその差が分かんない、何歳から何歳がそれなのかも分かんないし全然。うんうんうん、なるほど、そうか。アメリカとかも結構なんかさ、ジェネックスみたいなすごい言われてんだっけあれって。いやいや、そう、僕はモレニオ、うん、でその次がジェネックス。うん、ジェネックスは何歳か何歳ぐらいの人たちなの。いやー分かんない。特徴は、ジェネックスの特徴は、結局はなんか若ければ若いほど、うん、こうわがままでなんか、うん、entitled、うん、っていうことでしょ、うん、どうせ、うん、で我々がまあ今こうもっと10年後とかになったら Back in my day 、ね、俺たちが俺らの時代はそんなね緩くなかったんだって、うん、もうそれの繰り返しなんじゃないかなって、まあ、あんまりそのジェネックスとミレニオンの違いがよくわかんないし、ミレニアル世代はだってどう なんなのそれって、ただ2000年代だからっていうだけの話。そうですね、だいたい、リクト君何年生まれなの。92。あ、それもミレニアルに入るんだ。入る、うん、多分89ぐらいからなんじゃないかな。どこでストップするのかが分かんないですけど、89からミレニアルってなんかちょっとしっくりこないけどね。89ってだって 80s よ、それで。うんうん、だデタラメですね今のは。わ、うん、かんない。ちょっとじゃあ次の質問言ってる間に調べます、うん、なんかあんでしょウィキかなんか。うん、 OK so millennials、いや俺のゆとりとか悟りの説明も相当適当だったぞ今それって言ったら。調べもしないで。さすが再建プロジェクト。宿題やらないっていうポッドキャストだからね。うん、うん、このウェブサイトによると、うん、これが信じていいウェブサイトかわかんないですけど、うん、81年から95年ぐらいの間に生まれた人っていうのがミレニアルなの。ミレニアル、じゃあ全然2000年とかと関係ないんだ。多分その2000年代に、うん、ちょうどティーネイジャーぐらいになった人たち。そうそうそう、なんか人間になり始めたっていう意味なんじゃないですか。その時代で、うん、を覚えてる子供たちみたいな、うん、すごいな俺たちのこの適当感。まあでもしょうがないね今日。だってもう前半でトレイシー・マグレイディの名前思い出せなくて5分ぐらい喋ってるからね。あれはひどかったね。いや、うん、あれどうしてますか。あれはもうカットだよあれ。いや普通はカットだよ普通は。普通でも再建民はノーカットだよ。ノーカット。あの沈黙で、いやみんなもだって何言ってんのこの2人ってずーっと思って出だしから誰、うん、俺と宗太郎さんの、うん、こう考えてる方向こういう風に言ってましたね。こう言った後こう言ってたよ、ね、クロスして、うん、I don't know what the fuck you were talking about man. You were like ほらラプターズに行ってロケッツに行ってんで、うん、その後にニックス、うん、I was like、うん
現役誰みたいな。like, who? RJ とどういう関係全くない。眠そうだっていうだけだから。全然もうあれは過去最高にひどい。あれはひどかったね。あれはやっぱカットちゃうか。カットします、ね。あれはもう誰もリスペクトしてくれなくなる。あの喋りしちゃった後は、うん。バックカットしてるチームメートがいるのに、そのオープンスペースに投げウィングに投げちゃう感じですね。投げちゃう感じ。それかもう全然関係ない審判とかに投げちゃうみたいな。投げちゃう、ね、話噛み合ってない。自殺点に近かった今のあれは。やばかったな。その後これ喋ってからカットできるわけないじゃん。だ前半カットしてこの後あれひどかったねと俺今喋ってんだから。いやだからノーカットにします、うん、だよね、うん、だからもう俺もうただの記憶喪失のおじさんだと思われてるゆとりと悟り世代に。Hey man, the truth comes out. いやいや、そんなところで、ね、なんかし、そんなところで、あいつ化けの皮剥がれたぜとか思われなくてもいいわ。これ、シマグレイディで。あいつ怖かったからインタビューした時前も言ってたね。意外だったな。いやいや、厳しいよ結構彼は。まあリアルなんだよね、うん、多分ね。さあ、メール来ましたよ。ランフーさん、いつも NYK 再建楽しく、拝聴させていただいております。早速ですが、最近話題のポートランドのトレード案を考えてみました。ポートランドに、ニューオーリンズから、ニューオーリンズ、ボストン、ポートランドのこれ3社トレードだね。ポートランド、ゲッツ、イングラム、ブレッドソー、ジェイ・ヘイズ、バーストン、ゲッツ、アクアマン、ロンゾ、ニューオーリン、ゲッツ、ヌルキッチ、CJ、ケンバ、将来のドラフト、ポートランドから2つという案です。私も CJ が大好きなので涙ぐましいですが、リラードとのウィングのスターというワンツーパンチの方がなんかしっくりきます。ということはイングラムと、ブレッドソーとヘイズがリラードとチームアップするってことね。このようなトレード案を毎週どこかのチームに絞ってだったり、今回 CJ みたいな選手に絞ってのような形で毎週テーマを決め、再建民の皆さんに、から募集する、または NBA に精通されているお二人なのでコメント募集せず、お二人のトレード案をそれぞれ発表するというだけでもすごく楽しそうなコンテンツな気がします。私だけでなくトレードの噂話が好きな人は結構多いと思いますので、よければご検討ください。ではでは、平和総太郎、ピースゴーネックスということで、ランフーさんから新しいコーナーの提案がありましたよ。ランフーさんありがとうございます。ねえ、フェイクトレイズね。フェイクトレイズ。ビル・シモンズ。これ募集するの面白いかもね。うん。うん。ちょっと待って、スリーチームトレードの頭の中で。むずいね、だいぶ、うん、だいぶむずいよ。それスクリーンに。いろいろ、これスクリーンに。うん。ブローアップしなきゃ。いや、これね、いろいろ来てほしいなとは思うんだけど、うん、サラリーしっかりマッチしてくれないと困るなっていうのはある。うん、ただなんかマッチしてくれてんのかね、これ。うわあ、そこがちょっとわかんないね。今後くれる人はこれサラリーマッチしてくださいねっていうのはある。あのマッチするときに一番簡単なのは ESPN トレードマシーンっていうのをググって、それで、フェイクトレードを自分で作ってみるっていうのが、うん、っていうのが一番楽かもね。楽ですね。ポートランド、ゲッツ、イングラム、これブラッドソーって書いてあるけどブレッドソーのことだよね。でジャクソン・ヘイズ、うん、でバーストン、ゲッツ、アクアマン、うん、とランゾー、うん、
sign and trade、うん、で、ニューオーリンゲッツヌルキッチ CJ ケンバ and 将来のドラフト権ポートランドから2つこれだいぶもらうね。これサラリー本当はマッチすんのかな、こんなヌルキッチ CJ ケンバとかもらっちゃって。ケンバのコントラクトをニューオーリンズが受け持つっていうのもすげえ話だけどね、これ本当で言ったら、うん、うん、でもマッチまあ計算してないんでわからないですけど、うん、アクアマン結構もらってる、イングラムももらってる、ブレッドソーはそこそこ、うん、考えるとそこそこ、うん、まあ多分ブレッドソーとヌルキッチがマッチするとして、うん、単純計算でね、うんうんうん、うん、これはマッチするかもしれないですね、するかもね、うん、うん、でボストンがでも 誰目線で見てんだこれ、ポートランド目線で見てんだよね、彼はポートランドファンだから。そうですね、だポートランドを補強したくてこれをやってるってことだよね、うん、いるかな、ね、ブレッドソーブレッドソーだからマッチングのためだと思います、うん、ポートランド目線で言ったら CJ とヌルキッチとドラフト指名権、うん、多分これ2巡目ってことでしょ、多分そうだろうね、を出して、これヌルキッチと CJ 両方出しちゃうのすごいね、すごいね、これポートランドにとって、うん、これどっちかだろうな、俺もそう思う、どっちか残すね、俺はマッチするためにこうなっちゃうのかな、うーん、ちょっとこれポートランド的にでかいんじゃない、放出がヌルキッチと CJ 出しちゃったら、うん、うん、ウィングは別にいいけどセンターどうすんのって話あるよね、ヘイズへ、まあヘイズね、でも優勝狙うためだったらまだちょっときついんじゃない結局ディフェンスがね、うん、あのそうイングラムになったら同じだし、そうそうそう、うん、ブレッドソーを何ダブルポイントガードで行くってことかな、それとも、いやバックアップじゃない、バックアップでサイモンズをシューティングガードでスタートする、うん、あー、 Oh no man いやどうだろうな、ちょっと俺はあんまり魅力じゃないかな、いろいろ動かした結果じゃあ優勝確定だねっていう気がしないね、これは、うーん、うん、まあでもすげえ頑張ってこれ成立させたんだろうねきっとね、ちょっともう一回上げてもらっていいですか、ちょっと待ってね、こういうねトレードマシーン、トレード作るときって絶対自分のトレ、うん、自分のチームにとってでうん、もう有利なトレード作るじゃないですか、作るどうしても、うん、でもこれはかなり他のチームにとってナイスなトレードだなっていうのがすごいさ、あのもっとポートランド目線であの勝手に得するみたいなのにしちゃってもよかったと思うよ、うん、これだってすごい均等に割ってるじゃん、そうそうそう均等ですよね、うん、ありそうなトレード、フェアフェア、すごいフェア、うん、だからリアルなんだと思うこれ、でもケンバの契約取らねえだろな、ペリカンズ、うん、ペリカンズはだからイングラムとブレッドソー、ヘイズとアクアマンを出してあとロンゾを出して、うん、だってケンバ取るってもう絶対再建すると思うんだよ
ケンバ取るってことは CJ とヌルキッチがそれに合意しないと思うんだよね絶対。CJ も結構な金額だもんね、うん、CJ プラスケンバ。逆にここにザイオンが入るってことでさ、うん、なんかニューオーリンズの方が得してないかっていうのはあるけどね、どっちかっていうと。いやこれはなんか、うん、だいたいほらいいトレードっていうのは、うん、どのチームもやりたくないトレードっていうのがフェアなトレードじゃないですか、うんうんうん、これどのチームもやりたいトレードだもんね。まあでもどうなんだろう、ポートランドやりたいかな。これ一番ポートランドは、いやじゃなくてこのトレードがフェアだなって思うのはどのチームもあんまりやりたくないトレードだと思う。すごいフェアだと思うよ、うん、だからフェアだと思う、うん、ボストンだってこれ結構理想的じゃん。アクアマンとロンゾもらったらテイタムとジェイレン・ブラウンがいて、うんね、まあでもなタイムロードいるからな、うん、成立しないだろうなこれは。ボストンがオーバーザキャップチームだったら、うん、多分サラリーマッチしないかもなこれは。うん、結構これ真剣に考えてんね俺ら次いきますかいや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 全然いいんだけど、これでも結構興味深いねこういうのをもらうのって。うんうん、もっと欲しい、うん、もっと欲しいね、うん、サラリーちゃんとマッチしてくださいね皆さん。うん、なんかもうあれ欲しいこれ欲しいあれ欲しいこれ欲しいじゃなくて、ちゃんとギブアンドテイクじゃないと NBA は成立しないんで、あの実力もそうですけど実力よりもサラリーのトレードですからね NBA は。 ESPN Trade Machine、 そこマッチしてください皆さん。 Google it、ランフーさんありがとうございます。ランフーさんありがとうございます。これは嬉しいね、嬉しい提案だね。いいね、うん、こういうのを、こういうの嬉しい。多分ね考えるのは、うん、僕たち2人ともあんまりなんか向いてないよ、ね、向いてないような気がする。向いてない向いてないあ誰だみたいな、特に俺向いてないけど、見たらおこれいいじゃんとか、これはちょっと現実的にないなとか、人間関係上ないなとかっていうのは言える、ね、うん、そうですね、そうそう、みんなの方が夢があるから、うん、だから俺とかマジ本当なんかもういろいろ知れば知るほどだから夢なくなってきちゃうんだよね。ああこことここはもう関係性がないなとかっていうのが分かっちゃうとさあと宗太郎さんはめちゃめちゃニックスにとってバカ有利なトレードしか考えない、しか考えないそもそもノックスとか他のチーム取るんじゃねえみたいな絶対いやいやいやっていうのしか提案しないからね。ノックスとさ、うん、俺話さなきゃいけない時が来ると思うんだけど、ノックスとフランキーってもうチャンスないのかなチームに。ノックスは、うん、何今4年目でしょ来年、うんうん、でもチームオプションピックアップしましたよね多分、うん、だまあ来年も残る、うん、フランキーは難しいね、うん、フランキーはじゃあフランキーはあと50日後ぐらいにさよならってことかもしれないよね、かもしれないね。それか、まあ、トレードデッドラインまでだから前半急に展示会してフランキーの株上げといて。フランキーの株は上がったらじゃあ使えよって話で終わっちゃうけどね、ぶっちゃけ。うん、だから他のチームからオファーシートが来るかどうかもう分からないじゃないですか、うん、今の状況だったら多分ニックスから先にそのオファーするっていうのは、うん、ないね、な、うん、何の根拠もないけど多分ないと思うから、うん、今年のでもさ、
ニックスの活躍でやっぱり前のニックスに比べたら結構いろんなチームからの注目度上がってるじゃん、うん、だからなんか俺来ちゃう気がすんのよ、変なとこからオファーシートが。フランキーに、うん、なんかフランキーってさマジックとか俺だ、うん、なんか監督、他の監督とかコーチが俺だったらあいつもっとうまく使えるって一番言いたくなる、なりそうな選手なんだよフランキーって、うん、今置かれてる環境が良くないけど俺だったら絶対あいつをめっちゃいい、あのロールプレイヤーとかローテーション入り俺だったらもっと使うとか、絶対10分15分絶対あの信用できる選手だから安いうちに絶対取った方がスチールになると思うって言いそうじゃない？言いそう、うん、マジックっぽくないですか？マジックとかね、なんか俺でもそうね、うん、マジックね。あなんかいいチームに行ってほしいな、どうせなら、うん、いいカルチャーの。どこまでならマッチします？宗太郎さんがニックスの GM やったら。俺が GM だったら、うん、まずそんなほったらかしにしねえもん。だってどういう意味？だからそのもうマッチまで待たないでもう更新しちゃうから俺の場合いくらで？まあそんなにすごいいっぱいはあげないけど、今いくらなんだろうね。でもまだ少ないよね、ルーキーコントラクトから。うん、まあ、ルーキーコントラクトはもう決まってるから、うん、ほぼ。年間でじゃあ15ミルレンジ全部で、うん、1年年間で。いや、うん、クビになるでしょ即。俺が、うん、上げ 15? フランキーに 15? え、リクト君いくら上げんの？俺12から15、4年とか上げる。だってこれから伸びんじゃんよフランキー。 Yo, you gonna get fired so quick. You gonna get fired. いやいやいや、だってあんなにディフェンスできて3も今めちゃできてっていないかね普通に。俺だったら、うん、いや考えてたレンジが2から5ぐらいでしたよ年間で。それだってミニマムに近いやん。ミニマムのミニッツじゃないですか。いや今の使われ方の評価しちゃダメよそれは。だってリクト君フランキーのこと何分使うの？監督だったら。監督だったら、うん、20分ぐらい。いや、そしたら12から15の選手じゃん。Hell no! Hell no! え、実力で足りないって思ってるの？それは。気持ちを。うん。気持ちでオファーシートを上げたらダメですよ。いやもちろんそうだけど実力で全然足りないって思ってるってこと？フランキーの。まあ、うん、というよりかそのマーケットのことを考えて、うんうん、他のチームからどういうオファーが来るかなって、それよりちょっと上上げたらサインするわけじゃないですか。うんうん。って考えると今
フランキー4年間 NBA でやってて、うん、でまあもちろんその今の実力プラスこれからどういう選手になれるかなっていうのでチームっていうのはオファーシートを上げるわけじゃないですか。10年間で10も上げるチームいるかな。いや年間で8とか上げるチームが出てくると思うな俺は。8はあるかもね。でしょ、うん、だって考えてみ、俺もリクト君もエルフの時間数とエルフの役割全部そのままフランキー入れちゃうのと一緒だからね、うん、そのままエルフなくしてそこにパコってフランキーはめようっていうのと同じような考え方でしょ。だからそれで言ったら、うん、そしたらやっぱ5から8のレンジでオファーシート出すチームは絶対相手その所属してるチームが困るように上に出してきてそれより上にして苦しめようっていう作戦もあるから、うん、8で出してきたらやっぱ11、12出さなきゃいけなくなっちゃうねこっちは。出したいか出したくないかなくてね、うん、難しいな。気持ち入れたらね、うん、サインするけど俺が GM だったら。だってエルフに俺らいくら上げてるか知ってる？5でしょ、うん、だったら絶対5以上上げるじゃん。エルフと同じ実力ってないじゃん。だってでも5の1だったじゃないですか。1ね5の1ね。だったらなんかフランキーは、うん、ルーキーエクステンションやから、うん、あエクステンションというか、まあ、2つ目の契約やから多分もうちょい欲しいと思うんですよ年数が、うん、だ8の4とか上げればいいんじゃないの。そしたら8の4、うん、8を32の4 4 years 32ってこと、うん、めちゃくちゃ安いよそれ。リクト君が出してる数字はケビン・ノックスのレベルの数字だよ。2とか5とか。フランキーもうワンティア上だと思うよ実際の実力として。うんうん確かにね、うん、2ウェイプレイヤーやしね。うん、これはむずいな。これはね、だって俺らさ1年間ずっとなんでフランキー使わない、なんでフランキー使わないって、フランキーが正解じゃんってずっと、もちろんポイントガードとしてじゃなかったとは思うよ、彼に全てのゲームをメイクしてもらうとは思ってないけど、うん、でも要所要所エルフ使ってんだったらフランキーの方が絶対いいじゃんって、スリーもあるしっていうのも1年間ずっと言ってきたじゃん。うん、やっぱそんぐらいの評価で言ったら8から12レンジだと思うね俺は。あ俺たちってもうフランキー大好きサングラスかけてるじゃないですか常に、うん、だから分かんないんですよね他のチームのファンがどういう風に評価してる か例えばまあ、同じようなねロッタリーピックで、うん、体だけ見たらもう超レンジーな動けそうなガード、うん、ダンテイ・エクソムとかね、うんうん、でもいまいちパッとしない、ねうん、2人ともフランキーもエクソム、うん、でもポテンシャルあるんじゃないか、うん、そういう選手に4年32ミリオンあげたいって思う。まあ、今のお財布事情で言ったら安いもんだよね。エクサムに？あ、エクサムじゃないよ。俺フランキーの話してんだよ。フランキーに。だからリクト君はエクサムとかムーディエとかみたいな俺たちがね、うんうん、取った時みたいなことになっちゃうんじゃないのって思ってると思う。そうそうそう。ムーディエとかすごいいい例えだと。うんうんそうだからあの K
経験を二度としたくないっていうのを思ってると思う。 No, no, no. I'm not saying ムーディエみたいにそのポテンシャルはありそうだし、あの年だってニックスでまあ一番活躍してたって言っても大げさじゃないぐらいのスタッツは上げてたじゃないですか。でも結局オフシーズン来てジャズからミニマムやったでしょ。それぐらいしか来ないんだっていう感じ しませんでした、うん、あの時、うん、とか。あとムーディエはさ、やっぱり頑張ったスタッツは上げたけど、やっぱりペイトンもそうだけど、じゃあその中身でやっぱ株上げてたかっていうとそうでもないからね。やっぱりフランキーの株の方が高いかな、今のフランキーの、あの時のムーディー。あのね、ファンは多分、しかもムーディエの場合はやっぱりそのナゲッツでこけてる経験があって、再生プロジェクト的にニューヨークに来て、それであれだったじゃん、うん、だからやっぱりああ違うなってみんなが確信しちゃったっていうのはあると思う、うん、フランキーまだそのまだファーストチームだから、他のファンがねどう思うかっていうことは俺あんまり気にしなくて、他の専門家たちが、例えばディベロップメントコーチとかアシスタントコーチとか、そういう他の専門家たちが、彼はあの環境から抜け出してうちの環境に入ったらとてつもない伸び率があるよっていうところに NBA って投資すると思う。だから専門家からしてみたら彼はいじりたくなる素材だと思うね、俺は。絶対に揃ってるから、いろんな今の NBA に対しての条件が。ファンの認識とかファンの評価なんて、それリサーチしても意味ないと思うよ。だって誰も知らないし、いいとこなんか見てないから。うん、なんか悪い契約選手になっちゃったら嫌やな。マジックから4年52ミリオン。そういうのはやめてほしい。そういうなんか変ないじりのちょっかい出すのはやめてほしい。そうか、デベロップメントコーチは見てるかもね。見てるよ絶対。だって自分が いじって自分が成長させるのに欲しい素材ずっと見てんだもん。あいつバランスいいな、あいつファンダメンタルできてるな、手足長いな、俺だったらあいつのことをこうもう2レベル上まで連れていくのがもう俺見えてるなって、先に見えてるさ、そういうデベロップメントコーチとかアシスタントコーチとかさは絶対、今あいつめちゃ安いな、今のうちにうちに来たら多分すげえ化けるぞって思ってると思う。1年前は誰も思わないと思う。うん、1年前と今のフランキーの株ってどう違うと思います？あんまり変わってないか。ティブズの下で多分プレイタイム少ないけど、要所要所で3とか決めて、ディフェンスの信用を、まあ、残りなんか12秒とか意味わかんない使われ方だけどはされてるっていう評価だと思う。ただそのローテーションから外れてる理由をみんながどういうふうに評価してるかっていうのが分かんないから悩ましいところ。いや本当にね、株が高かったら、去年のトレードデッドラインで超もうトレード従ってたじゃないですか、ニックス。でも2巡目を1本か2本か忘れたけど、要求しただけでどこのチームもいや欲しくないっていうリスポンスやったから、そう考えると実はあんまり株高くないんじゃないかな。めちゃ高くはないと思うよ。でも誰かしらがそういうその隠れた原石好きな人たちは、そのデベロップメント側のね相手チームの人たちがうちにさえ来てくれば全然変わるからっていう自信ありげな
スタッフはいると思う。うん。うん。ヒートとか言ったらどうなんだろうね。ニックスとヒートは取引しないと思うな。あ、いや、でも取引しなくていいじゃないですか。うん、うん、いや、行かないでほしいけどね。あの、フリーエージェントやからもう、あ、そうそう、歩かれてる。関係ない。うん。うん、だから、リストリクテッドにしとくべきだと思うね、俺は。あ、マッチするべき。マッチするかしないかじゃなくて、その、あ、もう自分たちからオファーを出すと。そう、うん、そう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 。うん、ね、なんか怖いのがさ、いきなりサクラメントとか行っちゃってさ、もうなんだか分かんなくなっちゃうみたいなのが一番嫌だ。ああ、シャンパートみたいになって終わるみたいな。えいえいえい、put some respect on Shumps。いや、シャンプーはいいよ。He a champion. そこまでは全然いいけど。全然いいけど、レブ様と巡り合ったからね。うん。うん、むずいね。なんか、2016年のクラス。うん。フランキーの一個先輩。の、で、なんか似てるような選手いるかなって今調べてるんですけど、うん、あんまいないんですよね。なんか例えとして使えるそうね。1年前に同じ目に遭う人がいるからね、そういう人はね、うん、まあ、例えばクリス・ダンとかは似てなくはないじゃないですか、うん、そうね。クリス・ダンの契約を見ますと、ね、期待値高くてダメだったからね。うん、2年10ミリオン、うん、あ、そういう感じかもね。うん、だ5だね。5、うん、だエルフと同じだよ、それって。うん、だそうなるとノックスはマジ厳しいと思うな。ですね。まあ、ノックスは、ノックス成長してるけどね、めっちゃシュート確率上がってるし。うん、ニックスは、まあ来年は一応ニックスってことですよ、うん、もうそれはいるよね。5ミリオンでチームオプションをピックアップしたんで、あー、ノックスも中国行きかな来年。ノックスはでもなんかどっかが拾いそうな気するけどな。うん、うん、若いからね、それだけが取り柄だよね、ノックスの場合。うん、走れるチームに合うと思う。うん、そうそう、走れるチームだったらもう、ブワーって、もうとにかくお前はリバウンド取ったら、だからチームがディフェンシブリバウンド取ったら、コーナーに向かっていけ、うん、そういうチーム。そうだよね、ボールもらったらもうどんどん打て、そういうシステムに合うな。フランキーがな、使い方ほんと万能なんだけどな。うん、かっこよすぎんのかな。いや、意味わからん。何がかっこよすぎんのかな。真顔で、ほら。Like, that's the reason. うん、だってほら、ティブズとかさ、ほらね、イケメン系の選手よりもこうグラインダーの方が好きでしょ、やっぱり。ああ、カーク・ハインリッチとかさ、ジミーとかみたいなさ、なんかね、うん、そういうね。なんだろうね。まあフランキーの話はオフでもう、そうだね、ワンエピソードしましょう。ワンエピソードするし、まあ動きが出るまではもうわからんからね。わからんから、うん、だからまあどっちかですよ、多分、うん、そのニックスとリサインしたら
こうセレブレーションエピソードできるし、うんね、もし他のチームがサインしたり誰からもオファー来なくて、うん、ヨーロッパ行きとかになったら、うんうん、お別れエピソード、いずれにしてもワンエピソード、フランキーレアルマドリード、うん、マドリードじゃないな、フランスリーグかな彼の場合。うんうん、オッケー、今日はこんなもんかな、オフシーズン。そうっすね。うん。と、うん、いうことで、フランキー悩み話は尽きないけれども、我々はプレーオフも見つつ、またね、オフでもこうやって、いろんな再建民の皆さんとわちゃわちゃ喋りながら、楽しく過ごせたらなと思ってます。はい、生配信もねすごいみんな楽しんでくれてるからね、今後もやっていこうと思ってます。いいっすね生配信、うん、ね、なんかいや難しいのよあれ、やっと覚えた、なんかあのあれのやり方が、テクノロジーの、テクノロジー一番ややこしいですよね。いやしかもねズームを入れながらの生配信めっちゃめんどくせえ技術的に、うん、うん、まあいろいろちょっと頑張ります。はい、ということで今週はここまで。We're再建民 baby Go next Go next Go next。Go next. Go next. ここからが楽しみだね。